こんにちは、ダイスです。今回は南極大陸で南極点を目指していこうと思います。現在の気温はマイナス52度、かなり寒いので、外に出る前にしっかり準備をしてから探検に向かおうと思います。おー、空が明るい。時間が経つと夜になるマップなんですよね、ここ。せっかくの南極なので、日本と南極の豆知識をお話ししていこうと思います。ご存知の方もいるかと思うんですけど、日本の南極調査は文部科学省の南極観測船しらせが運航しています。一回見たことあるんですけど、すっごい大きい船でした。日本からだと南極まで約14,000キロもあって、順調に進んでいっても1ヶ月半ぐらいかかるそうです。日本だと昭和基地っていうのが南極にあるんですが、そこまでの期間約1ヶ月半かかって、往復すると95日とかそれぐらいかかるそうです。ちょっと寒そうだからいろいろオンにしてみます。お、できたできたこれで進んでいきましょう。こっちなんだね。いや、結構細いところも通りますね。赤いポールを目印に進んでいくみたいなんで、このまま行ってみましょう。今ね、韓国の国旗つけてる人がちょっと案内してくださってる感じです。なんでここ、こんなになってんのはしご、もうちょっとちゃんとかけてほしかった。ここも、もうできたできた、ありがとうございます。すごいね、到達している人がいました。私まだ初心者なので、しっかりね、足場を見て進んでいこうと思います。ここの流氷揺れてる。クリオネとかこの下にいたりするんですかね。次は上に上がるみたい。いや、結構上がってきますね。標高がちょっとずつ高くなっていってます。今66。これ海面からっていう意味だから、結構近くに海が見えますね。揺れてる。何何これ、ここも、ほう怖すぎる。えい、大丈夫、来れたよ。まだついてこれてる。晴れてるうちに、明るいうちに着きたいですよね。滝の音がする。上から氷が落ちてきていませんか。ここそんなことないですか。落ちてきてるよね。うわー、待って、飛ぶんだ。はい、すごい、こういう飛び方か。落ちてきたタイミングで飛ぶのがいいよね。危なかった。いいかな。怖いよ怖いよ、いける。えい、うわー怖い来れた来れた。真っ白、すごい、ブリザードかな、吹雪になっちゃった。すごく寒そう。落ちた。コトさんが落ちていった。どうしよう。すごい、いろんな音する。うわ、流氷とかって、北海道行ったことないからわかんないんですけど、よく鳴くとかって聞いたことあるんだけど、そういう音なのかな。これは吹雪の音？雪が降る地域に私は住んでるんだけど。吹雪の風の音かな。なんだろう、谷間にいるから風が鳴ってる。ここどうやって通ればいいの、ちょっとわかんないんだけど、奥の方に行ってみます。迷子になっちゃった迷子、遭難しそう。これはどっちに行けばいい。こっちかな。あ、でもなんとなく道があるからこっちでいいのかも。どうしよう、一人ぼっち、迷子、怖いよ。どっち行けばいいの。さっきの人どこ行ったのかな、助けて。なんか勘で走ってるんだけど大丈夫ですか。上には上がってきてるからいいのかな。どうしよう、遭難する。このまま行ってもいいものか謎なんですけど、進んでみます。何も見えないんですよね、吹雪がすごすぎて。すごい、1メートル先見えないってこういうことだよ。はしごがある、合ってたみたい。こっ
っちで合ってるってことですね。このはしご多分渡るんだよ。どうやって渡るんだろう。ちょっと待って、一回上行ってみたい。待って、逆だこれ、逆。ちょっと待って、そっち側細くて行きたくない。あ、横からになっちゃったここってことだよね。晴れてきた。あ、晴れてきてない青空がちょっと見えただけだ。あ、よかった、晴れました。え、何ここ、星物座を。ちょっと待って、棒すぎない？細すぎるんだけど怖いよ、乗ってる私。こっち回れないよね、ダメだよね。ここ行きます。めっちゃ怖い。とりあえず進んでみましょう、ちょっとずつね。頑張れ。落ちたらきっとひとたまりもないよこれ。だってかなり高そうだもん。もうちょっと、やだやだ、端っこ行きたくない。ちょっとカツンってなってる。あー、着いた、よかった。怖すぎるここ。あー、もうちょっとで着きそうですね。あれ、なんか書いてある。なんて書いてあるんだ、わかんないけど、こっちっぽい。あーい、なんかいろいろ見えんなえ、なんでこんなにはしご端っこなの、なんで斜め。ちゃんとかけてほしい。ここジャンプかな。よしよし。へえ、またせーの、よいしょ。おー、怖い怖いよ。ここもジャンプだ。うわー、待って、落ちた落ちた落ちた、戻りたい戻りたい。あ、戻れた、危ない危ない、よかった、下近くて。まずいまずい、よし次次ん。おお、ちゃんと、うわ、下に橋が落ちた跡がある。これ壊れちゃったんだね。待って、おかしいおかしい。ちょ、どうすればいいの、こうかでジャンプ。うお、こんな斜めのところ今にも落ちそうで怖すぎるんですが、いけるんですか。ここからじゃないと無理っぽい。はあ、よかったこれだ、すごいね、渡ってきましたよ向こう側から。いや、結構遠くまで来ましたよ多分。まだ先が長いのかな、こっちですね。え、こんな端っこ通るの、大丈夫。え、いや、なんか見える、あそこ行くのもしかして、もしかしてそういうこと、通ってきたところですかね。ここどこ行くんだろう、上登る。あ、上登ったらありました、よかった。次は上だ、すごい高いところ来ました。標高が400〜500m になりましたよ。まだ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 高いところがあるってことですねきっと。え、ちょっと奥が白くなってて、こっちは青空だけど、あ、なんか出てたね、山なんだここ。いや、また吹雪になってきた。山の天候は変わりやすいと言いますけど、ここで吹雪は辛いんですけど、どうしたらいいんでしょう。え、どういうこと、この中を飛ぶの。うわ怖すぎる怖すぎるよ。これどこ行くんだろう、道が分かんない。こっち、え、こっちで合ってるのかな。で、どこに行くんだろう、下、上上がらない。待って、わかんない、完全迷子。今ここ通ってきたよね、ここ通ってきて、で、どこに行くんだろう、どうしよう。あ、コードさん来たあ、よかった、遭難してなかった私。晴れましたね急に。晴れ男だったのかもしれないコードくん。やったー、ちょっとこのまま行きますね。
よいよい。あー、晴れてるとやっぱりどこを通ってらいいのか見えるからすごく快適。あれ、トンネルみたいなのありますよ。あそこに行くんですね。もう吹雪の中、この道は見つけられないよ。うわ、なんか落ちてる。おお、びっくりした。 下ちゃんと見なきゃダメなんだ。え、またはしご。ちゃんとかかってるはしごだったら怖くないからいけますね。ここも落ちないんだよね。あ、奥にはしごがある。そこをきっと渡るんだね。またこんな作り、さっき来た時と似てるよ。怖い。で、上に上がる。はい、すごいな。どっち行くんだ。あ、水分補給忘れてた。今46%になっちゃってる。飲みます。これで元気にいける。よしよし。わあ、また曇ってきてるというか、吹雪いてるね、下の方。どっかでジャンプしなきゃいけないとかないのかな。大丈夫そうですね。ここ急ですね。すごい急斜面を降りていってる。あー、音が。あれ、ペンギンのマークありますよ。うわ、ペンギンいる。すごい、すごい、ペンギン、なんだろう、ダイオウペンギンかな。ペンギンがいました。水族館行きたい。 いや、今南極にいるからね、本物見れてますから。え、これでどうするんだろう。なんかあるね。ん？ソーラーパネルついてる。ん？声が聞こえるから、これ電波塔？すごいですね、こうやって立てて。シーバーとか電波飛ぶようになってるのかも。すごいなー。また何か看板がありますね。え、これはどこに行くんでしょう。これ矢印が斜めになってるよ。どういうこと？いやいや、まさかこれだって。え、中入るの？ちょっと行ってみますか。ここっぽい気がするんだけど、入ってみますね。お、なんかいけるよ。中じゃない。あ、潜れた。すごい。え、これ絶対あれだよね、投資するよね。 いや、めっちゃ綺麗。流氷の下通ってる。クリオネとかいないのかな。もしかしたらあのアザラシとか。わ、すごい神秘的な音楽流れてる。アザラシだ。すごい、ゴマフアザラシ。何アザラシ。うわ、何匹もいますよ。すごいね。わ、この世界すごい。きっとあの流氷の下にはクリオネがっていう話をよく聞くから、こういうところにちっちゃいけどいるんでしょうね、多分。このロープに沿って今泳いでるんですけど、息がね、もうちょっとで続かなくなっちゃうかもしれないから、急いで行きましょう。あ、上に上がってる。ここで終わりかな。水面、うわ、来た。すごい。あ、泳いでこれたよ。私泳げないのに。 すごい。よし、じゃあこのまま進んでいきます。もうすぐ到着するのかは分かりませんけど、何かある。建物？建物がある。ここ救助の建物ですね、多分。わー、どうも。 着きました。すごい、こんなところにキャンプが。嬉しい。ということで、チェックポイントありますよ。入りますか。
第一キャンプに到着しました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!